お世話になります、ひとりでございます。今回夢特製のフーディンを捕まえていきたいと思います。今回ご紹介する場所は一つのみで、一応他の場所でも出現しますので、あくまでも一つの例としてご覧いただければと思います。まだ夢特製が出るかしっかり確認していないので、検証しつつやっていきたいと思います。で、その出る場所はこの道場の前からですね、右に曲がっていきます。清涼湿原に向かっていきまして、そしたら奥に行きます。そのまま直進して、そうすると池みたいなのに突き当たると思うんですが、そこを左に行って、さらに行くと木の実が出てくるところがありまして、さらにその奥にはこの通り草むらが奥にあって、水が囲まれているようなところがありまして、この左ですね、左に行きますと、あばあもう、で、そうするともう一個ね、で、そうするともう一個木の実が出てくるところがありますので、その手前のとこの巣ですね、まあ、とりあえず枯らしときましょう。で、鎧のことでは紫の柱だと夢特性は一発で出てくるみたいですので、今回は紫の柱を出してやっていきたいと思います。紫の柱の出し方としましては、まずはレポートを書きます。レポート書いたら願いの塊を投げ込んでいきまして、レポートに記録しますかのとこで、はい、押した瞬間に本ボタンを押しましょう。だからここで本ボタンを 2回連続押しまして、柱の色を確認していきます。今柱の色赤でしたので、ここはリセットをしていきますと。それで紫の柱が出るまでひたすらこれを繰り返していきます。はい、ようやく出てきましたね。そしたら中身を確認しまして、こいつ違いますので、みんなで挑戦を押してですね、それで本ボタンを押して、設定から、本体日付と時刻で1日進めて、戻ってやめるですね。これで、解き渡りバグをやってですね、フーディンが出るまでひたすら何回もやっていきましょう。こいついらねもともと出てただろこいつ。はい、おそらくこれフーディンですね。結構早く出てきましたね。すぐ出てきました。で、出てきたら、すぐ戦わないでやめるを押しまして、一回ここで必ずレポートを書いておきましょう。もしレポートを書かなかったらどうなるかと言いますと、戦ってリセットした時とかに、願いの塊を入れた瞬間まで戻ってしまいますので、レポートを書いておけば、またフーディンとね、リセットしてもすぐ戦えるって感じなんで、必ず書いておきましょう。じゃあそれでは戦っていきたいと思います。ミミッキュで行こっか。行きましょう。はい、ゴー。うわ、いいね。ちゃんとスプーン持ってるね。こいつこそ浮いてるべき存在なのに、こいつ浮いてないっすね。サメ肌とか浮いてんのに。よし、いけ。てかスプーンでかすぎだな、マジで。あれ、あのスプーンなんだよ。つうかバリア4つですね。意外と少ないので結構倒しやすいんじゃないかなと思います。ただ相手にリフレクターとかやられてたんで、結構その点厳しいのかもしれないですね。まあ大丈夫でしょ、でも多分。はい、オッケー。バリアある状態で一気に倒していく。弱っ。マジですげえ、一気に削ったわ。はい、余裕でゲットさせていただきました。耐久力も低いんで結構倒しやすかったですね。リフレクターとか関係なかったわ。はい、でアイテムはまあ普通ですね。本当に何の変哲もない普通のやつですね。鎧の鉱石3個とか経験アーム XL 3個とか、普通の一般的なやつですね。フーディン、念力ポケモン。非常に高い知能を持つ。生まれてから死ぬまでの出来事を全て覚えているという。うわ、そんな記憶力だったら頭死んじゃいそうだな。頭あんまでかくないのに。つうかこいつ念力ポケモンなんだ。最高キネシスポケモンにしてほしいわ。はい、じゃあフーディン見ていきましょう。 4V ですね。まあこれはまあ普通ですね。で、55レベルのフーディンでございますと。で、特性マジックガード、夢特性ですね。攻撃以外ではダメージを受けないということでございます。めちゃめちゃいい特性なんじゃないかなと思います。で、やっぱり紫の柱だと一発で出てきますね、夢特性で。技は最高キネシス、念力、サイコショック、サイコカッターというすげえラインナップですねこれはサイコついてるのが3つもありますよ。これも完全に念力だけいらないだろっていう話ですよねなんで覚えてんだっつう話ですけど。で、おとなしい性格でございまして、で、清涼湿原で出会ったってことですね。はい、ということで今回夢特性のフーディンをゲットさせていただきました。出現した場所は清涼湿原のこの奥のあたりですね。木の実とか出てくるところの近くのあたりに出てきました。そんな出にくくもないし、もう超簡単に捕まれるんじゃないかなと思います。で、今回一つ思ったのは、フーディンもしかして自前のスプーン持ってるから大スープ飲めんじゃね。